新年明けましておめでとうございます。今日はこちら来ておりますということで、早速会場に行ってみたいと思います。明日からですね。皆さん階段があるので来られる方は今を登ってくださいね。何に会場があります。こちらでしょうか。私まだ中見てないので楽しみです。あ、わかりやすい見てください。木崎ゆりや点ですね。怖いということで、ここを開けたら会場になっているということで、早速行きたいと思います。明けましておめでとうございます。皆さんにも改めまして、新年明けましておめでとうございます。おぎゆりでございます。今年もよろしくお願いします。すいません、新年1本目が、いえいえ、明日番宣ということで、はい、宣伝ということで今日は新年にお願いいただきました。ありがとうございます。早速寒いんで入ってください。ありがとうございます。すごいおしゃれ空間。なるほど。あ、そうですね。はい。結構量があるところですね。しっかり消毒してね。ありがとうございます。今日1月6日より前ですけど、そうですね。プレオープン一番のね、はい、いただきました。ちょっと手がベタベタすぎてます、ね、ベタベタ。なるほど。ここで皆さん名前、お名前とか。そうですね。ゲストさんが1番目ということで、ありがとうございます。ツイッターやインスタなどあれば、そうです。またじゃあちょっと書いてみます。あ、わかりました。あ、こちらが本日でいただいて、あ、え、これもらえるんですか。いいでしょ。チケットになってます。折り線ついてて折れるんですよ。なるほど。そう。これがチケットなんだ。チケットなの。で、裏には、見てください。インスタグラムとか、ツイッター、あとこれは。YouTube の YouTube バーコード、バーコードこれを読み取っていただけたらQR コードバーコードさ、しかもバーコードって YouTube までありがとうございます。これにつけてくださって大事に持って帰っていただけたら、これね、折ってもいいしね、本のしおりとかでもいいし、本読んでる方しおりにしていただいて、はい、しおりだけに。あ、こちらこちらデザインのまだ写してもいいことなんで、これね、今回取り下ろして、あ、なんか私勝手にその木崎さんが撮った写真があるの、基本的には私がフィルムカメラで撮った写真が全部飾られているんですけど、なるほど、私が撮ってるところを、撮った写真も載っけたいということで、撮り下ろして、まあ、元マネージャーといいますか、セナミンという方が、セナミン、そう、映画監督さんなんですけど、結構ご縁があって、なるほどね、特集とかさせてもらったりとかしてるんですけど、これ名駅じゃない？そうですね、名古屋、名古屋で撮影したんです。あ、そうなんだ。これ地下鉄のファミリーマート、分かる人には分かるファミリーマート中にもね、ありますので、金時計の前で撮ったんだね。そう、こういうのもね、撮っていただいて。え、最近ですか？あ、全然最近です。去年ですけど、去年も言うもないぐらい。それこそこのために、そうです、このためだけに私を撮ってるところを撮ってる。じゃあ、あんまり他のところでは載せてない。そうです。だからまだ1回も載っけてないので。いきなりこんなレアなもの見れるんですね。そうなんです。失礼します。ありがとうございます。すごーい。そうなんですよ。待って、ここら辺は大丈夫ですか？この辺はざっくりちょっと全部はね、まだ明日からなんでお見せすることができないんですけど、いち早くちょっとだけお見せすることができると、この辺も私がこれなんて書くの、もう、いつだろう、何これ、かわいい。15年前とかに、代々木のなんか公園の入り口にあるんですよ、うん、ドール。なるほどね。初めて撮った写真とか、うんうん、そういうのがなんか、ちょっと内容も込みで、いろいろ特にね、細かい文字が書いてあるので、うん、じっくりちょっと読みながら、そしてこうみたいに言ったりとか。あ、こういったんですかね。そう、私の被写体っていうのは、基本的に仲良い友達だったり、あ、綺麗かなと思ったものだったり、あの動物、ポンちゃんとか、結構いい写真多くて、可愛い。モデルの犬かと思う。ね。ポンちゃんさ、そのアップだとさ、ぽっちゃりバレないの。そう
ちょっとデブなの。自然系のポンちゃん、ちょっとぽっちゃり気味なんだけど。父に見て。この写真とかさ、かわいいそんな風に見えない。あのカレンダーになるワンちゃんみたいなね。うんうん、これも一個一個あの。あ、ね、本当だ。そう、これが。パパを見つめる視線なんですね。だいたいどっか見てるときはパパ見てる。そうなのね。じゃあこの先に先パパが見る。なるほどね。口は下回るので。あ、でもちょっとまだね、あの YouTube では画面好きだし、ちょっと NG なので、お別の一人で。あ、いいんですか。はい。あ、ぜひ。じゃあちょっと皆さんのに先駆けて、先駆けて、はい、代表で行かせていただきたいと思います。はい、行ってきます。いや、下でね、すごい。あ、そうなんです。こんな写真なんで。いい声出てるな。新年から声出てるよ。インスタとかに載せてる写真もあるんですけど、あのこうね、写真展用にパネル式にして全部飾って、こちらあの通販でオークションもしてまして。そうなんですよ。人生で初めてオークションというものをやったことないことしてみたいということで、全然安い値段から買っていただけるものもありますし、全部売れるかわからないんですけど、みんながまんべんなく買えるように先着順とかじゃなくてネットでオークションという形で、それで何か手に入れると誰かの反対の写真が王子に届きます。大きい写真とか、うんうん、大きさね、いろいろそれぞれで、その大きいのも販売してますので、うん、なるほどね。遠くて来れない方とかは、うん、本当にネットで気に入ったものだけを購入していただけたら、うん、お家で独り占めできるので、素晴らしいですね。下の方でね、本当はあの7日と8日に須田あかりちゃんと入れまんなちゃんがトークショーで遊びに来てくれるんですけど、その2日間だけ、うん、あのイベントだけのチケット販売になります。なるほどね。そう、基本的には6、7、8、9、6、9、うん、あの朝から晩まで誰でもチケットを買ったらいつでも入れる。こういうオブジェとかも置いてあったりとかして、すごいおしゃれでした。下の空間ね、すごい。いや、私ちょっと全体見させていただいて、うん、すごい気に入ったのがあるんです。お、どれ、おいちゃんのいいナンバーワン。ちょっと一番に、はい、こちらなんですよね。これは違うじゃん。これは、僕の愛で YouTube 流してくださってるんですよ。素晴らしい、本当に嬉しい。ここになってさ、写真ね、まあしっかり 見た後でも見る前でもいいんですけど、 YouTube が見れるっていう ね。いや、ありがとうございます。いや、たまたま今フォートナイトです。そうですね。もうちょっと面白い回もね、もちろんありますもんね。もしよかったらね、あの見たことない方いたらね、ここから興味持ってくれるかもしれないので。え、でもこれはフォトブック。そうなんですよ。なるほどね。こちらの3,850円で販売しているので、うん、すごいしっかりしてる。そうなの、生地が、うん、ちゃんとした生地で使ってくださっている。取り下ろし含め、うんうんうん、自分で取ったものたちをこうバーッと。おー、ここまでですよ。はっ、木崎のセクシーショットがないよ。セクシーショットだった。セクシーショットが、これ一番最初ここがいいんですよね。あ、本当にさっきの写真だね。そうそうそう、うんうん、こういう形で。え、気になったんだけどさ、はい、Why? ってなんで Why? これも考えたの自分で。これはそうなんです、私の永遠のテーマなんですけど。永遠のテーマ多くないけど。この前のさ、習字の時もさ、喧嘩しつつより深くがさ、そうそう、永遠のテーマがいっぱいあるね。さ、あの、武勇があるじゃん。武勇、自分の中の武勇がさ。さ、あの、武勇があるじゃん。武勇、自分の中の武勇がさ。武勇って何？武勇伝？武勇伝の武勇がさ。あ、なるほど。武勇があるじゃん。あんまり武勇だけで使う人いないけど。なるほど。あの、私は、あの、写真撮る時に思うことなんですけど、うん、こちらですね。はい。なぜこの人のことが好きなのか、うん、なぜこれを止めたかったのか、なぜこの景色にドキドキしたのか。なるほどね。なんか、なんで、うん、っていうことを鮮明に思い出すためにも、うん、私記憶力があんまり良いので、なのであのこう、ね、写真に残しておいたら、うん、より自分がこれを好きだった瞬間をすぐ思い出すよ。これなんかね、うん、YouTube 見てる方を思えると思いますけど、覚えてますか、スタッフさん、これどこで飲んだ木崎の酒。あの時のあれですね。そうです。シャープ、うん、と、コラペ、コラペなんだ。コラペ、そういう写真もあったよね。そうですそうです。うん、なのでね、そういうのを思い出すために、怖い、なぜ、うん、という意味でね。なるほどね。写真で
改めてじゃあちょっと、はい、イベントの詳細とか入れたらなと思うけど、立ち話もなんなんで一旦あ座ってください、ね、今あなたのリスクまた初めて木崎ゆりやの個展ポポアイはどういった日程で、はい、1月の6日から9日までやってます。なるほど、12時から8時までチケット1000円ですけども、うん、買っていただけたら誰でも入れるという形になってるので、ぜひお時間ある好きな時間に来て、うん、好きなだけ見れる、うんうん、なるほど。ただ7日と8日だけ、うんうん、8日っていうの、うんうん、7日と8日だけイベントがありますので、うん、もう事前にそちらはチケットが販売されていて、うんうん、販売なんですけども、トークショーをすることになったので、うん、気をつけてください。7と8は来ても見ることができない。事前にチケット持ってる方だけ、そうそうそう、うん、だから6と9で自由、うん、見れる。忙しい時間が、すいません、ありがとう。この後ね、YouTube 撮影もありますので、新年一発目の撮影もこの後にやりたいと思いますのでね。じゃあちょっと終わる前になんですけど、私ちょっとお手洗い、お花摘みに行きたくなっちゃったので、ちょっと行っていいですか。すいません、場を繋いでいただいていいですか。仕事ができるんですよ、この人。私が忘れてた。トイレに行く。そう、いろんなところに仕掛けがあるので、面白い、逃さず本当に会場のいろんなところ見てほしいです。うんうんうん、はい、そう、じゃあ最後に一言はい、そうですね、終わりました。本当に結構いろいろ詰め込んだ写真展なので、ぜひ会場でお待ちしてますので遊びに来てください。ありがとうございました、今日はでは以上、小木曽さんと木崎さんでした。今年もよろしくお願いします。ありがとう、みちゃん。ありがとう。はい、ありがとう。ごめんね、いろいろなんかボケを忘れて最後に向かう。いや、全然全然私が全忘れしてた。このタイミングでトイレ行きたいって何やねん。